はい、今回の映像は3対3ですね、えっと、いろいろな形で発展をしてきましたボールを持つ時相手がいない相手がいる1対11対2そして2対12対22対33対2って考えてきましたね。でそうした中で、えっと、注目されていく習慣といったのが大体見えてきたのではないでしょうか。 まあボールを前に進めるっていったところさらに2対1を作る相手のラインを確認をする手前で受けるのかーライン上で受けるのか超えて受けるのかっていったところですねでそうしたところの中でまあ2方向にボールを出せるところに置くまあパスにしろシュートにしろドリブルにしろっていうことですね。まあそんなところを確認をしながらこの3対3では今まで確認をしてきた状況の 踏まえていくと改めて3対3が2対1だったり2対2だったり2対そうですね数的優位を作ったり3対2だったりとか出てきますのでそういったところを確認をするっていうところに今日はとどめたいと思います。それでは まあ横並びの三々といったところからどのような形で考えていくかまあいろんな方法があると思いますがちょっと考えてみましたまずはディフェンスが21さらに12はいでそういった中でボールにプレッシャーですね、まあ、こんな感じはいで、えっと、相手が1列列。 で3枚であればこちらが今度変わって青の方が変わって12はいそうして相手が変わってきて21はい、うん、1一列に対して21で相手も変わってきてはいまあボールにプレッシャーはいこういった形でマンツーマン12ですね はい、でボールにプレッシャーかけて、えー、遠い方はカバリングに1、まあ、こんなところが考えられてくるっていうのが3対3の状況かと思いますちょっともう少し線をわかりやすくしながら線を引きながらちょっとやってみたいと思います一度見てくださいはい 白の線とオレンジの線で人を結んでみました一えっりちょっと動かしてみましょうかさっきと動きは変わりませんねはい真ん中にプレッシャーかけていくといったところも含めはいですね はいいかがでしょうかまあこういった形が考えられるのでこれに対して、えー、とその局面で2:12:23:2をちょっと考えていく方法をまとめたいと思います。ははいそれではいきますよ、はい、まずこの状態の時はどこに2:1ができるでしょうか ここですねここでもありますねまあ当然3対1っていうのは当然ありますからまあここで省きたいいと思います次にこの状態で当然これプレッシャーがかかっていないのでプレッシャーがかかっている状態を作った方がいいと思いますどういうことかというともうこれ3対2ですからねですからね3対2じゃないようにすることを考えていくとディフェンダーがここについてきますからまずこの状態で 2対1が考えられますねラインを突破していくんだということですねさらにこの2対2、えー、失礼この2対2を考えていくんであればえっと、ま、ラインをどこに突破をして相手のボールホルダーに対してのプレスの状態に応じてセーフティーにもらってあげた方がいいのか空いてるんであれば裏を狙っていったりラインを越えてもらったりとかすることを狙った方がいいのかなんていったところも出てきますよね。はい 次です。はい、次はえっと3対2って言った状況で、えっとボールをどこに出していって、効率的にボールを前に進めていくことが考えられると思います。はい、ラインを越えていく。先にまたえっと3人目がいるのはね。守備の3人目がいるのがわかるかと思います。はい、次の形はこのような形で相手が1枚。あすいません。1列でこ。 ボールホルダーが12の感じでいくとまあここの2対1を有効利用まあパスしたりそこに走っていったりとかすることで2対1ができますよねまあ逆サイドも同じですねはいこういった2対1さらにこういったボールの状況であればはいこの2対1さらに同サイドで2対2も考えられますね、えっと 当然、ボールホルダーへのプレッシャーの状況で、えっと、仲間は、えっと、セーフティーにボールをもらってあげなきゃいけないですよね。無理に裏を狙おうとすると、もうボールホルダーが孤立してしまいますからね。はい、はい、ここでも同じですね。はい、失礼、ここでも同じですね。右左が違うだけなので、裏でもらってあげられるんだったら裏、ダメだったらライン上、ダメだったらちゃんと引いてあげてセーフティーにもらってあげるっていうことですね。はい はい、次はこのような形で考えていくと、まあ、プレッシャーがかけるのはこのような形がかかってくる一つの方法だと思いますですね。はい、でここではどう考えていくかというとまず2対1横の2対1が考えられますねだからライン突破っていうのはすごく、うん、サイド側にしていくことが一つポイントになるかと思います。ただこの2対1もありますから、えー、と縦方向に 動いててあげて2対1を作るってことこもできますねボールをもらってあげることが自体が大切なのでそこのパスコースを作って今の立ち位置だと相手に切られているのでパスコースを縦側に作ってあげるまあんでかというと今度はこのような形でプレッシャーがかかってきた時にはまあ2対2が出来上がって。 遠目にえっと1対1ができていますので、まずはこの2対1をうまく使いながらえっとま2体2になることもあると思いますが、こう突破していく方法を考えるといいかと思います。当然えっとこの状態でいくと。下がる方法、そして縦でもらう方法がありますね。なんでかというと、前のフォワードは1対1になっていますから、積極的にチャレンジすることも必要になってくるかと思います。 はい、ここの2対12対2っていったところを考えてみるとここの状態でも狙う場所は裏ライン上足元なんていったところを考えていくと簡単だと思います。で縦の2対2あ先ほど出ましたね、はいえー、そこの前にフィードすること前にスルーパスみたいな形で前にボールをパス。 引いてきて受けるといったところが大切になってくるかと思いますさらに3対2なんてことを考えるとまあ,あのこの相手の2人を突破するためには下がってボールを受けるね3枚にするということも考えられますしこの2人の間に立つことによってボールホルダーが楽になっていくこともあるかと思いますいろいろな形で3対2を有効利用する2対1を有効利用するってことですね はいこの状態では相手が下が下ってくること多々ありますねこういう状況においては2対1をうまく使いながらさらにこの2対1をうまく使いながらラインを1人目の突破をしていくっていいくくととこが大切になってくるかと思いますみんなが関わってどこに関わったらいいのかどう関わったらいいのかっていうのがこういったところに垣間見られていくかと思いますので整理をしていただければなと思います。 はい失礼はい 2対1でですすねね関わっってていくってことですねはい次まあそう考えていくとこの U3 対2っていうことを考えていくと3 3なんだけどこの3対2をここの3対2を有効利用していくってことも考えられていくべきですね。ってことはボールホルダーを誰に変えるのかとかどこにパス出したら優先順位になってくるのかっていったところも2対1を作る。 さらに二対二、そして三対二って言っていうような考え方を持っていけるといいかと思います。いかがだったでしょうか。三対三の考え方。基礎となっている根本になっている。二対一だとか2 2、二対二、三対二って言ったところ。さらにその基礎となっている元となっている。前にボールを進める。周りを見るです、ね。相手のライン上。 手前、えー、ラインを越えてもらうこういったところが一つポイントになってくるかと思いますので確認をしてくださいあさらにボールホルダーに対して、えー、とスペースがあるのかどうかないのかどうかといったところで変わってきますよね当然ねこういったところをちゃんと押さえておくと,、えー、とどういったものが必要になってくるのかが分かりやすくなるかと思います